はいどうもピクスイオスです。今日のトミカではなく今日のトミカリミテッドヴィンテージ。こちらはですね、2017年9月に発売された LVN144B 日産アトラス花見台自動車セフテイローダーですね。こちらは B となってまして、A というものが白で、B というのは銀、C は金、D は青で販売されました。定価は5280円。これ A というのはですね、2017年3月に発売されました。モデルになった車両は5ナンバー専用の車載車で、荷台のこの部分ですけども、最大積載量は 1950kg。運転には中型免許が必要だそうです。ちなみに D で販売されたブルーメタリックは花見台自動車が所有する車両みたいですね。A、B、C はナンバーがない状態。特に再現されてないんですけども、D に関してはナンバープレートを再現してますね。このミニカーのモデルになった F24 型アトラスは、過去にも TLVN62A として、アート引越センター、パネルトラックなどが販売されました。ただですね、それとは異なるシャーシを採用してますね。ではね、見ていきたいと思います。まずフロントですね。このように特徴的なね、ライトパーツ。それが再現されてますね。ちゃんとね、ウインカーもオレンジに塗られてまして、クリアパーツを使っておりますね。で、ここにアトラスと、担保印刷で再現されてますね。で、ナンバープレートはこの白いやつですね。で、フォグランプもちゃんと塗装されてますね。で、ワイパーもね、再現されてますね。サイドはこのようになってますね。まあ、このようにですね、ここが動くアクションがついてますね。で、ドアにはちゃんとね、ドアハンドル、それからウインカーが塗装で再現されてますね。で、このようにね、タイヤがちゃんと回転しますね。で、ここにはね、車載専用車とありますね。リアはこんな風になってますね。ウインカーですとかテイランプがここに再現されてまして、ナンバープレートはね、文字は入ってないんですけど、ここにちゃんと再現されてますね。で、これがちゃんと動きますね。ここにあるね、ナンバー灯のやつですね。これも再現されていて、ここに最大積載量が書いてありますね。で、荷台はこんな風になってますね。車止めがあって、ちょっとわかりにくいですけどね、ここにね、ウインチがありますね。まあ、これで車両を引っ張ることができますね。で、ここにね、サイドマーカーがついてますね。シャーシはこのようになってますね。ちゃんとマフラーとかそういったものが再現されてますね。スライドすると、このようにですね、このテイランプの部分もちゃんと動くんですね。実車同様だと思うんですけども。ちなみにここのリアのガラスもね、再現されてますね。めちゃくちゃかっこいいですね。まあ実際に車載するときはこんな感じみたいですね。まあこういう状態かな。で、ここに、先にこれを倒すわ。こうして、で、こうか。で、車をこう積んで、で、まあ、これを戻して、で、こう。こういう感じですかね。やはりね、この車載車、セフテイローダーですけどもね、結構人気が高いみたいでね、D まで販売されてますからね。その後ね、TLV ではね、いすゞエルフをベースにした2台積めるタイプの車載車も販売されましたね。まあでもこの1台タイプがやっぱりイメージとしてはね、ザ・車載車って感じですよね。まあこちらはね、トミカではなくね、トミカリミテッドヴィンテージってまあ作ってる会社がね、タカラトミーじゃなくてトミーテックで別会社なんでね、トミカだけどトミカじゃないっていう、TLV、いわゆるトミカリミテッドヴィンテージシリーズはトミカではないっていう位置づけだと思ってるんで、まあ、今回は別のシリーズとして、今日の TLV というシリーズを作りました。まあ、トミカリミテッドヴィンテージおよびトミカリミテッドヴィンテージネオはね、こちらのシリーズで紹介したいと思います。今日のトミカに比べるとね、まあ、そんなに動画数は増えないと思いますけども、またいずれね、動画作りたいと思います。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。